パラサイクリングは、障害者のための自転車競技で、障害者スポーツの一つである。使用する自転車によって4つのクラスに分けられ、屋外のコースを走るロードレースと専用の、屋内走路を走るトラックレースの2種目がある。UCI が競技ルールを管轄し、世界選手権、ワールドカップなどの国際大会が実施されている。1984年から、 パラリンピックの正式種目として採用されている。パラサイクリングは1980年代に始まったとされている。1984年ニューヨークアイレスベリーパラリンピックではロードレースのみが実施され、1996年アトランタパラリンピックからはトラックレースが採用された。障害の種類に合わせた自転車を使用し、4つのクラスに分類される。 B クラスの二人乗り用タンデム自転車には、後ろに視覚障害の選手が乗り、前に静願車のパイロットが同乗する。二人乗り用タンデム自転車、トライシクルハンドバイクさらにそれぞれのクラス内で、障害の程度によるクラス分けがなされている。パラサイクリングには以下の種目がある。パラサイクリング競技規則。日本自転車連盟。 2021年6月12日へ閲覧、ありがとうございます。